川村です。本日はエミコの帽子コレクション、キャップ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 、テンション上がっております。実は私帽子好きです。帽子をかぶっておけば頭も守れて、髪型が崩れるというのはありますけれども、落ち着く、包まれた感、頭を包まれた感、大好きでございます。それではまず一つ目はどれからいこうかな。こちら、じゃじゃーん、黒のベレー帽でございます。 M 菅原さんのベレー帽です。こんな感じです。これ手作りで作られてて、あのお気に入りはこの布の上にこのベロア生地のものがこう丁寧にかぶせてあって、ちょっとふわふわなところもあるとこです。でこうかぶってこんな感じでつけていきます。このベレー帽をつけていくところは、実はピアノの演奏会です。お上品でしょ。実は私、辻信行さんのピアノを一回あの東海テレビさんの番組で生で聞いた時に涙が出てきちゃいまして、本当もう5年ぐらい前なんですけど、感動して、で本当にもっと聞きたいと思って、ガチ一人でなんですけど、本当高い、2万とか4万とか全然するんですけど、そのピアノの演奏とかを本当に疲れた時とか、もう誰にも会いたくないなった時に一人で聞きに行くというのをやってまして、でその時にやっぱりあのこうオーケストラの方とかいる品のあるところにはこのベレー帽かぶって、 M 菅原さんのベレー帽かぶってロングコート着て冬だと行ったりしてます。辻井さんの YouTube を登録してます。そう、これいいのよね。グレーのコートと合わせたりしてます。ずらすのが、あ、そうですね、恥ずかしい、えみこさん流。そう、ちょっとずらしてるね、私ちょっとこう斜めにこうかぶって、恥ずかしい。そういうとこ言わないでよ、ボス。そう、そう、ちょっとずらしてこうやってかぶるのが好きです。で一個どっちか耳をねこう出して、だからあの頑張ってる感がないけど可愛いものがやっぱ好きなので、そのただの黒だと寂しいけど、こうよく見ると、よく見ると可愛いね、の黒いこのベレー帽でございます。可愛い。 M 菅原さん調べてみてください。ものすごく手作りの帽子がたくさんあるお店でございます。さあ続いてはズルルボーイッシュに行きます。こちらのキャップです。トラキャップ、後ろガルルルルガルルルルと書いてあります。こちらはかの有名な、知る人ぞ知る頭さんのです。シャレ帽子がいっぱい売ってますね、頭さんは。これは夏専門です。これかぶっていきます。ここのトラが超お気に入りで一目惚れして、これも何年前かな、もう3年前4年前だいぶ前買いました。ここに動物医療シリーズは、この頭さんでは毎年のようにいろんなシリーズが出てて、今年はなんかパグみたいなの売ってた気がするな。でもトラでよかったなって思ってます。でこういうこの世のキャップ被るときは、すごい髪を一つに結ぶか、このキャップの中に全部入れ込むんですよ。こうやって入れ込みます、髪を。そうするともうほら、いいね、このまま走っていけますよ。で普段これ被るときはだいたいデニムルック、今日はちょっとエレガンツに入っちゃってますけど、デニムルックで上も T シャツねが多いです。あ、可愛い、このね濃くもないピンクが気に入って、で買った時はもっと綺麗ピンクだったんだけど、もうほんと3年、何年経つんだろうぐらいこれ持ってるんで、ちょっと薄こんなこと言っちゃあれですけど、ちょっと薄汚い色になっちゃってるんですけど、やっぱり気に入ってるものっていうのはもう捨てられないので、ずっとかぶってます。ありがとうございます。さあ続いての帽子はこちら、ドゥルル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 ドーン、山キャップ、LL ビーンです。これはもう怖っ、もう2年前2022年の夏に、人生で1回ぐらい富士山に登ってみたい、そうだ登ってみよう、登っちゃえっていうことでお休みをいただき、富士山に泊まりで頂上まで登りました。その時に苦楽を共にしたキャップです。
日差しが長く隠れて茶色いのもいいですよね。でこのね後ろもいっぱいあるので風よけにもなる。これも重宝しましたよ。でもそれ以来使ってません。かわいそう。またどっか山登りたいと思います。そうだよこれね。でも山でぐらいしか被れないもんね。キャンプ行けばいいのか。いいですね。富士山綺麗だったな。よかったよね富士山ね。ね。さあ続いての帽子はドゥルル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 このマークですね。これはあの森三中の大島さんにいただいた。あこれです。あの土星のマークね。これです。合ってる？ビビアンの後が間違ってる。ビビアンウィンスレットじゃないんですか？何？ウエストウッド。え？ウエストウッド？ビビアンウエストウッドなの？え？マジで今の今まで知らなかった。ビビアンに出会ったのは中学ぐらいだけど、初めて原宿に行った時、純ちゃんに連れられて原宿に行った時にあの。ラフォーレの入り口のビビアンでこんな可愛いのあるんだって知ったんですけど、今までウィンスレット、え、なんで本当は何、ウエストウッドなんだ。今の今まで間違えてた。怖っ。ビビアンウエストウッドのです。ビビアンの帽子いただきまして、これは冬はいつも被ってます。これは本当はあのここまで被れるんで、朝早くて何もちょっとメイクとかちょっと何もしてないし、でもさっと出たい時にも、でしかもこのねフィット感が最高なんですよ。このビビアンのキャップ、これでもすぐ出れるんでしょ。誰だか分かんないでしょ。どう？いいと思います。これで朝だから6時の新幹線の時はもうよくしょっちゅうかぶってますね。これで前なんて見ない、斜め地面前だけを見て歩く。ありがとうございます。さあ続いてはのキャップこちらニット3点セット、かわいい。じゃあまずは緑からいきたいと思います。実はですねこのニット帽私好きでして、長いロングコードの時にはよくシュポッとかぶってる。元気がない時につけますね。やっぱり元気がパキッと上がりますんでニット帽かぶると。これはね、これ購入したのは去年突然、そうだスキー行こう、滑りたい、久しぶりにスキーやりたいって、本当にもうロケで行ったのぶりだから5年ぶりぐらいにスキーして、その時に群馬の嬬恋のスキー場で買ったやつです。思い立ったら吉日で、なんかもう次の日ぐらいに出ちゃったのでいろいろ持ってくものを忘れてニット帽現地で買いました。でこれは緑ね、緑のニット帽で、そして続きましてこれね、まあ出ました、また頭なんですけど、これお気に入り。これはもうきつさが一個もない。え、私かぶってる、あ、かぶってたっていうぐらいふわっとかぶれるニット帽です。これ気に入ってますね。この編み込みのこのなんかなんていうの、このかぎ編みっていうのかな、この色の風合いみたいなのがすごい気に入ってまして、これももう何年かな、いや4年6年前ぐらいからかな、もうずっとかぶってるものです。いやいいわ、ありがとうございます。これもコートの時ね、よく着で、こちらはジャビーン、これもなんか去年2021年にお誕生日でいただいたニット帽です。嬉しいでございます。これギュッとして、これはお友達がなんか錦糸町の駅前のルミネだかなんか駅ビルで買ったんだってわざわざ場所まで教えてくれました。かわいいです。黒なんでね、あのいいですね、シックで、このポンポンがかわいいんでね。それ珍しいですよね。ね、なんかついててそうなんです。でも閉まる感じがいいですね。ちょっとだけ病人感出ちゃいますけどね。でも可愛いですよ、このニット黒の、気に入ってます。守られてる感あります。このこれもでも雪が降った後だって思ってるんで、ちょっとまだ今年これ流してる時は降ってるかな、したらもうちょっと寒くなったらもうガンガンつけていきたいなと思っております。さあ続いての帽子はドゥルル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 ル
ちらまたまた頭さんです。これはもう夏のキャップなんですけど、もう夏の何でもない移動の時もうこればっか被ってます。でこれこのねキャスケットの形が好きでして、形が落ち着くなっていうのと、ちょっと私耳がちょっと出てんですけども、そこの当たりも痛くなくてちょうどいいんですよね。はい、これも結構入れます。夏は入れがちだね、後ろに毛を。これでこうしてね、あの夏歩いてます。はい、ありがとうございます。これのいいところはなんか通気性もあって軽いのでさっとかぶれていいなっていう感じです。季節は夏物なんですが、たまに冬とかも使っちゃってます。生地は夏っぽいんですけど、なんか心地がいいのでたまにかぶったりとかしてます。ありがとうございます。さあ続いての帽子はルル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 ルドーン、こちらまた白。これ去年スカイツリーで台湾フェスみたいなやつなんですよ、夏に。でそれお友達と行って、なんかその時になぜかスカイツリーの中のお店いろいろ見てる時にノリで買った帽子。何のノリですか？ノリでなんか若い子と言ってたんですよ、すごい20代の子と遊びに行ってて、どういう帽子私似合うと思うっつって、20代の子が選んでくれた帽子がこれで、未だに納得はいってないんだけど、でも20代の子がこういうのがいいよって言うから、そうかと思って買ったわけ。紐を結ばないタイプ。紐結んだらもういよいよなんか幼稚園生みたいになっちゃうの。一応結んだりもしてみたんだよ、これこういうやつでも、これ結ばない方がいいなと思って。でもやっぱり自分で選んでないから、これ断ればよかったなって今になって思うんだけど、でもさ20代の感覚とか大事だから、やっぱじゃあちょっと買っていろんな人の意見聞こうって思ったけど、全然特に何も言われなかったよね、何回か被ったけど、うん、これだからスカイツリーの思い出だよ、はい、どうですこれ20代はこれがいいっつうんだけど、ちょっとでも赤ちゃん感は確かに。そうだよね、赤ちゃん感あるね。赤ちゃんのコントするとき使おうかな。ね、あとなんかキャディーさん感もあるね、ちょっと。あー、うん、確かになんかね。さあ続いての帽子はドゥルルルルルル、こちらじゃーん、ベレー帽、まさかの青。こちらはなんとドドン、ニクアンドゥ。これは白鳥さんに誕生日にいただきました。どう？ベレー帽。これもちょっとあの爽やかな青ですからね。どうやって使っていいかもちょっとあんま分かってないんですけども、可愛いので冬の生地ですからね。ちょっとぼちぼち使いたいなと思ってるんですけど、なんかつければいいかなとも思ってますね。持ってるボンボンとかね。可愛いです。白鳥さんありがとうございます。にはやっぱそういう風に合いますよね、うん、最初に被ったのがそう。あ、やっぱそうなの。そうか、だからベレー帽いただくこと多いです。2023年の誕生日も森さんちの黒沢さんがベレー帽をくださいました、うん、イメージあるんだ。そう、これもね、そうですね。それでは最後の帽子紹介になります。ドゥルル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 ルじゃーん、こちらです。湘南の風のハンくんさんです。これは、何年か前のテレビの収録の時に私湘南の風さんを歌うネタをさせていただきまして、その時にかぶったものです。湘南の風さんになりたい時、皆さんいかがでしょうか。それでは、ああ真夏のジャンボリーレゲエ砂浜ビッグ、おーラララのジャンボリーレレレレレあれ、あ、ママさん、ああ真夏のジャンボリーレゲエ砂浜ビッグエミコの帽子コレクションでした。皆さんどれが良かったよとか、どれがちょっともう年齢の割にはとか、なんかアドバイスやご意見いただけたら嬉しいです。ありがとうございました。もしよかったらいいねやチャンネル登録お願いいたします。ああ真夏のジャンボリー。